わざわざご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。さすがにそろそろクリアしたいぜ。加工トン究極、超究極やっていきましょう。まあもうね、ギミック対応とかはいいや。ブロックウィンド対策必須、共有場必須、そんな感じのクエストでございますと。でまあ一応ね、土手規制はイデア、ただ雑魚処理回復に関しては不足点が超絶優秀なんで、私はイデア3不足点1でやっていきます。まあ、不足点持ってなかったんで、これはレンタルなんだけどね。そう、娘からね、貸してっつって貼りました。倒せ倒せ、ナイス。おうおうおうおお、やる気だね。いいよ、そのやる気は買う。で、このクエストで大事なのが、この真ん中にいる幽霊ね、こいつ常時出てくるのよ。すごい大量に出てくるんだけど、友情コンボでしかダメージが入んないから、不足点は何もできない、こいつに対して。強いてるのはグリッターを頑張って拾ってもらうだけ。なので、うん、気をつけよ。で、ここが、これも角度、はまれっかな？OK。で、ハートが出るんですけど、この取りたい気持ちは耐えましょう。耐えて待ちましょう、チャンスを。ただ回復しないと死ぬんで、ここは不足点先に殴ってもらおう。この回復量、そしてこのパワー、神だね。でね、正解か分かんないけど、これね、剣雑魚1フレだろうが2フレだろうが変わんね、ダメージが。だから、無理してね、2フレ狙う必要はないです。違ったらごめんね。で、金波やったら回収。これは大事。なんで大事かっていうと、毒を今食らってるんですけど、この毒ね、ずーっと治んないんですよ。バカじゃねえのって思うんですけど、毎ターン1万5000が回復ないクエストで出ちゃうんですよね。だからこの回復は必須です。これを取らないと負け確です。で、逆に言えば取った後はもうただただボスを削るだけのシンプルクエストに戻るんで、まあ、普通に削っていきましょう。ここからサクサクです。で、剣雑魚がね、ストライクショット遅延やってくるんですけど、だからどうしたっていうね、仕方です。いや、でもこれ、無理だな、触れらんね。連撃キラー言えるで、まあ、そこそこは稼げるのよね。でもそこそこ。さあ、あとはもう、あとはこっちからだね、こっちから行こうか。3P 挑戦機ついてないんだよね。挑戦機をね、全部つけるかすげえ迷ったんだけど、まあ、初日だし、戦型の書もあんまないし、もう、これで頑張ります。1と4がついてますね、戦型は。1、4戦型の書がついてて、まあ、過激はマシマシ。過激マシマシで、紋章がね、こんなんと、こんなん。もう雑魚処理にもしっかり紋章を使いました。だフレンドにね、紋章付きが湧いてくればよかったんですけど、それは残念ながら叶わずで。で、これがね、またちょっとめんどくさいのよ。何がめんどくさいって、剣雑魚に、過激雑魚に触れないと、倒せないのよ。だから、運要素強めな感じ。ただ、挑戦権持ってるイデアだったら、今みたいに、大体45度ぐらいで弾いてあげれば大概拾う。もちろん、ルートもちゃんとあるのよ。縦に行けば、ちゃんとルートは見えるんだけど、拾いやすいかつたら、そのルートは拾いづらいのよね。やってる感じだと。だからもう単純に殴って、あとはもう暴れる。もう一回、もう一回、もう一回。いやー、もう一回は届かぬ。グリッターボール。ちなみにグリッターボールはこいつに全然効きません。びっくりするぐらい効きません。はい、じゃあボスやっていきましょう。いやー、焦った焦った。そしたらね、ボスの最初もやることは一緒。両方倒す。で、両方倒し方なんですけど、縦勘で入れれば一番楽だけど、基本的にはこのテレポトンネル使って。うわ、バカじゃねえの？それはダメだろ。やっていいことといけないことがあるけど、今のはいけないことだね。どうするこれ。入ってるよね、多分。この2手目倒せなかったらもう負けだな。いや、そっち行く。まあ、思ったより削ってるね。思ったより削るね。ワンちゃん、呂布をシカトっていうのも、ないな。それはない。
はい、でさっきと同じね、ハートを育てるんですけど、2ターン遅れなのよ。だからボスも削んなきゃいけないし、ハートも守んなきゃいけないしで、魔王たくさん。あ、でもあれだね、結構過激雑魚触れなくても削れるんだね。これは新しい発見だ。あ、危ねえ。危ねえ、危ねえばっかだな、おい。おお、すごいじゃん。いや、ちょっとラッキーだったけどね。で、2P でとりあえず、いや、どうなってんの、これ。あ、よかった、はまれた。はまれれば、このターンはね、不足点スタートは最高。なんでかっていうと、今みたいに回復ができるから。で、あとは友情コンボで頑張って削っていくんだけど、多分縦の動きの方がいいと思うんだよね。4フレ狙えないけど、壁は。ただ、確実にボスを削れるから。とりあえず拾うこと言うと、ね、いこう。あ、いいね。上下拾ってる。これは神。4フレしてっから威力もそこそこいくでしょう。ただ3ターン即死くるから一切油断はなしでいきましょう。で、そうなんでね、こいつ動いちゃうと、ちょっと難しくなるかもしんないけど、上はまれ。バカ。バカ。来た。はい。ラスゲやっていきましょう。ぶっちゃけラスゲーム来たのは初。知りません、こっからは。呂布がいるよね。呂布倒すこと優先でいこうか。これで回復もして呂布も倒したから、で、金ハートをまた育てるとこからでしょ？なんか曹操の上にかぶってっけど大丈夫なのこれ。そう、ああ、ずれるのね。そらそうだ。そしたら絶対的にハートを取っとかなきゃいけないってことはもうよくわかってるんで、これはまれんじゃないかな。でも入れ番したら怖くない？入れ番したら超絶怖いんだけど、はまったらワンチャン一発。やめよう。ダメだ。でも横行っても回収しちゃうし、縦回収でしょ？もうはまるしかないじゃん、これ。ひで。おお、神。ありがとう。これはまれるってのはでかいね。で、弱点強化されて、あ、幽霊処理ね。オッケーオッケー、任して。ただもうビビってっから横勘でいきます。ちょっとハートはね、大事なんで。でも、いいよ、いいか。いや、とりあえず、そうだね、横、いや、入れ番が怖いんだが、ステイしたいんだが。ステイ機能はないんだよ、このゲーム。しかも 4P 挑戦権ついてるからさ、加速して加速して拾ったりとか超怖いんだが。あぶねえ。そしたら、HP まだ、ハート回収しなくてもいいけど、暴れよ。一発でいい。よし。これ、剣雑魚今邪魔だな。剣雑魚を倒した後だったら友情が入るでしょ。あ、気弾通った、気弾通った。いや、1フレだけど、当たね。ちょっと待って。即死まで残り何ターンよ。5か。SS を使う意味もないしね。剣雑魚倒してからの方が良さそうだよね。剣雑魚倒してから、せめて気弾。これは当たったべ。いえ、倒せない。もう一発。そろそろマジできつくなってきたんだが。お、いいんじゃないか。いいんじゃないか、これは。よし、倒した。さあ、あとは。
あー、これアンチブロック利用できるパターンだ。バッカ、ゲージアイテム使っちゃったじゃん。これブロック、ブロックだ。バカ野郎。殴り効かなかったしね。友情効かなかったから。どう動けば理想的だ、これ。縦の動きで間違いないんだけど、テレポ入っていいのか、これ。入ってくるっと回る。違うな。ちょっと時間ください。どう動いても良くないな。アンチブロック。これアンチブロック持ってたらね、この縦の動きで終わりな気がするけど。いや、テレポ入るな、これ。いや、違う。入って、頭で跳ねて、入って頭で跳ねればいいんだ。過激雑魚を使う。二つ使う。で、跳ねる。あー！バチクソバカ。友情入んねー。あと2ターンでしょ。しかもこっちなんか死にそうなんだけども。よっしゃ、あぶね、勝ったー。はい。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。ほんと疲れたな、やっぱ。でも初日で勝ってたのはよかったよ。うん、運極なんないけど。わー、オーブここだー。ありがとう、ありがとう。90までいったー。はい。ほいじゃ、バイバイ。